皆さんこんにちは。今回はこのテイルズコラボのオーダー第2弾を引いていこうと思うんですけど、ちょっと今19,830ジェムしかないんで、まあこの第1弾第2弾1周ずつしていきたいんですよ。で、第1弾のこの突水印の小春も欲しいんで、まあでも俺ちょっとパワーライズ4が持ってないんで、ちょっとこっち先ね引きたいんで、でこれで出るかどうかで第1弾引くかって決めようと思うんで、とりあえずね、まあ1周引き切るジェムあるんでこっち先に引こうと思うんですけど、まあその前にこの第2弾のピックアップスキルをちょっと見ていきます。このアリスの突性のモッドですね、5連撃で、この追加効果、同じセット内のアリスの枚数 ×500 攻撃上昇と。で、アリスのアビリティでなんかいいやつありますっていう話で、まあ、槍の覚醒ソードスキルでアリスってあんまないと思うんですよね。まあなんかそのソードスキルの枠に槍じゃないやつアリスのいっぱいつけるのもなんかどうなのかなって話で、ちょっとこれは今のところまだ難しいですけど、これから強くなっていくのかもしれないですね。まだ全然わかんないです。まあ、全体攻撃なんで中範囲の、まあ、アサルトっていうのがよくわかんないですけど、どういうモーションだっけな、まあ、後で調べてみよう。で、次シノンの直剣モッドですね、残闇ですね。このシノンの3枚要求が結構厳しくて、あの歴戦シノン、軍神シノンって言われるやつとか、クールウィッチシノンとか、あの昼下がりシノンとか、そういうので満たすしかないんですけど、あとはパワーライズのシノン、まあ、ただこのスキル直剣モッドなんですけど、直剣には珍しいシノンのスキルなんで、夜空に咲く青バラキリトと相性がいいっていうのが特徴ですね。まあ、闇属性なんでカオス魔人ですね、カオス155に使いやすい、使いやすいっていうか、まあ、これ単体3連撃なんですけど、まあ、直剣のスラッシュってやつで、このスラッシュって前に打ったら後ろに下がるっていうモーションなんですけど、まあ、これがちょっとカオス魔人には使いにくいっていう人もいたんでちょっとわかんないですけど、まあ、残闇の直剣モッド俺1枚も持ってないんで、これ当たったら嬉しいですね。あとはパワーライズ4ですね、これ覚醒スキルで、まあ、春雷っていうクリティカル発生率が上がるやつなんですけど、なんだろうね、片手再建とか使うときに少しいいのかもしれないですけど、まああとはあれですね、 HP 上昇のバフ効果中にデメリットが発動して、まあ、常に防御低下のデメリットはあるんですけど、まあ、これ直剣モッドの威力が上がるんでパワーライ4は直剣以外で使うって言われてるんですけど、まあ、HP 上昇のバフ効果を使うとクリティカルダメージが 300% 上昇するんですけど、まあ、こういう HP が多いほどっていう作詞系のバフは HP を上げるバフじゃないんですよ。最大 HP 上げるやつじゃないので、まあ一応作詞系バフと併用はできるんで HP 上昇のバフを使わなければ、まあ、なので、なんだろう、はやぶさ切りの必須級スキルとか使うと、最大 HP が上昇したりするので、まあ、それがね、ちょっとね、クリダメが 300% も減少してしまうので、あれなんですけど、試し切り1000キリトと相性がいいって言われてます。これ、リーファーのスキルなんで、まあ、生属性ダメージが上昇するパワーライズ3なんですけど、まあ、それと相性がいいんじゃないかと。まあ、ちょうどね、生属性環境になってきたので、85層フロアボスは、打属性、生属性が弱点なので、まあ、いいんじゃないかと。まあ、あとは、突性のコネクトですね、再建の。これは、まあ、極光輪バフっていうのがあって、まあ、自身がダメージを受けると解除されてしまうんですけど、まあ、これはちょっとね、使いどころによるんですけど、ただこれコネクトスキルなんですけど、コネクトとして何か連結して攻撃してるうちにダメージは受けてしまうと思うんで、もしこれを使うならコネクトとして使わない、またはまあ、コネクト使っても避けられる状況とかそういうのにあったら、まあ、使う感じなんですかね。91層フロアボスってどうなんだろう、打属性のスキルブレイクの時にコネクトの、あのコネクトステップで避けられるのかな、まあ、どうなんでしょうね、わかんないですけど、これをどう使うかって話で、まあ、多分大体の人は主にこっちのコネクトチェーン使うと思います。あの連結分が当たるたびにあのスキルクールタイム369って減少するので、これがすごく使いやすいので、その点はすごくいいと思います。
まあ、とりあえずこのコラボオーダー第2弾引きますね。ステップ1引きまーす。これ来るか来るか来るか、お来るか、はい、おアビリティ来い、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 アビリティ来い。11連目、パワーライズ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 4、パワーライズ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 4。ステップ2行きまーす。お、パワーライズ4来い、パワーライズ4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 、え、なんか演出ない、え、パワーライズ4、な、はえ、なに、え、はえ、はえ、お、パワーライズ4、パワーライズ4、パワーライズ、おっほっほっほ。11連、パワーライズ4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 。だよ、これ何これ。あー、指輪としては結構いいのか。あれ、俺持ってたっけこれ。あー、ステップ3で来い、ステップ3で来て、お願い、ステップ3、ステップ3、お願い。片手コン、片手コンはいいや。パワーライズ、パワーライズ4、パワーライズ来て、パワーライズ来て、あれ俺引くオーダー間違えてないよね。パワーライズ4、お、パワーライズ4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 。これ確定枠、確定枠で直剣ってなんだよこれ、確定枠じゃん。でもやめてやめて、何これ何これ、あれ確定枠じゃないの、何何何何、直剣、え、なになになに、え、え、え、おー、やったアリス新設サーティ、なんか、なんかピックアップじゃないけどめっちゃ欲しいの来た。なんか嬉しいけど、嬉しい、いや、嬉しいけど、嬉しいけど嬉しいんだけどさ、ちゃうのよ。ステップ4、パーライスよ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 、パーラパ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 、え、ステップ4なんか来てよ。ステップ5行きます、お願いお願いします、マジでお願い、パワーライズ来い、パワーライズ来い、パワーライズ、パワーライズ、パワーライズ、パワーください、俺にパワー、パワーライズ、パワーライズ来い、パワーライズ来い、パワーライズ来い。え、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 あ、持ってる、え、確か持ってる。確定枠、え、確定枠直見、確定、え、確定、これ確定枠じゃん、え、確定枠、シノよろしく、あ、あ、あ、演スキップしちゃった、演出、え、残闇の直見もっと2枚になった、あー、一番いい演出ちょっとカットしちゃったうわー、動画としてはもったいねえ、マジでマジでもったいねえ、うわー、いつもさ最後の方でさバカやっちったー。え、マジかよ。ちょっと待って、パワーラ4欲しいんだけど。いや、突水印も欲しいんだけど、パワーラ4、もう、引いちゃおう。ちょっと引いちゃいます、これもう。来い、縦いいわ、いい。パワーラ4来い、パワーラ4来い、パワラパ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 ラメント。パラコロパラコロパラコロパラパラパラ、パラ4パラパラパラ、バロ、パラ、パラ4、パラ4。パラ4パラパラパラ4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 来てよーパラ4。11連目やり、来い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 、来ねー来ない。ステップ2行きます。おお、え、なに直剣、え、もしかして、ま、もしかしてだって、え、これさっきと一緒じゃね、嘘やめて、よろしく。違うんだけど、マジで。え、この流れで、この流れで来て、この流れで、この流れで、この流れ、この流れ、どの流れ、来い、来い。お、まさか、え、待って、ま、ちょっと待って、直剣、え、
見は、おお、あーなんか普通に嬉しい。え、何それ、待って、それは嬉しいけど違うんだよな。嬉しいけどちげえ。斧か。いや、これは結構いいやつなんですよ。斬星で。いや、これは持ってる。もう。あ、ステップ3いきます。ステップ3。いや、ステップ3で来てほしいな。直剣はもういい。直剣、これもう、シノンとか来たらもうアホだよな。ほんとアホ。おっこい、アビリティパーライズ、パーライオン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 、弓は違う。ホークアイ、ホークアイ、ホークアイは持ってるだよな。あ、ちょっとジェム足んねえな。今ちょい課金しました。これでステップ4引きます。ステップ4行くぜ。ステップ4来い来い。やりもっとか、これは。おお、あ、違う。ああ。うほうほう、いっちゃったよ。アビリティ、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 来い。アビリティ、パーライオン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 。っていうか、なんか、飛ばした時だけ来るの、なんで？飛ばせってこと？どういうこと？え、やめて、やめて、え、片手再建。パーライズ来い。パーライズ来てよ。お願いだから。お願いだよ。なんで片手こんなんだ。なんでなんだ。やめろ。マジでやめろ。マジ、え、あー嬉しいけどさ、嬉しいけどカオス魔人回りやすくて嬉しいけど、嬉しい。いやー違うんだよ。いや嬉しいよ、すげー。いや、お茶会持ってなかったからめっちゃ嬉しいけど、ちゃうのよ、ちゃうの。え、なんでみんないっぱい出てんの。俺もうちょいで2周するぞ。いやでもね、あの今回開催期間が伸びたんですよ。これ開催期間9月28までになって、第1弾で、第2弾も9月28で、これまだまだ続くんで、まだ猶予があると。で、課金すれば、まあ、なんとかなるかもしれないということで、まあ、まだまだ分かんないっていう感じで、まあ、またね、ジェムが溜まったら動画作ろうと思うんで、まあ、今回はこれくらいにしようと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録してもらえると次の動画作りのやる気が出ます。では皆さん、サラ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 。